フロックコートフロックコート、プリンス、アルベルトコートは19世紀中頃から20世紀初頭にかけて使用された昼間の男性用冷装である。ダブルブレストで黒色のものが正式とされ、フロックコートとシャツ、ベスト、ズボン、ネクタイで一揃いになった。その後、モーニングコートにとって変わられ、現在では前合わせがシングルのものも多く見られるようになり、 結婚式で使われるくらいになった。アルバートコー。アメリカでは、クロックコートは、プリンスアルバートコートとも呼ばれている。アルバートチェーンと呼ばれる懐中時計の鎖も見える。ダブルブレストの上着の起源は、ポーランド系騎兵ウーランの服装であり、乗馬の際に、風が入らないように前合わせがダブルで、襟が高くなったと言われている。そして、 これらの特徴を持った上着は18世紀には軍服として使われていた。19世紀初頭、プロイセン軍のウーランキ兵隊の軍服であったダブルブレストで根性色のコートが男性の服装として地味な色彩が好まれていたイギリスにも広まった。軍服は立入りのままだったが、それ以外のものは背広入りとなり、色はさらに濃い色調の濃紺や黒のものが19世紀中頃には、 男性の昼間用礼装となった。20世紀に入ると礼装はモーニングコートにとって変わられ、巡礼装はグスタフ・シュトレーゼーマンが執務服として導入したディレクターズスーツが広まり、民間では着られなくなった。各国軍隊では第二次世界大戦頃まで清掃、礼装として広く用いられ、現在でも一部の国で使用されている。また、海軍では 背広襟のフロックコートが略装として採用され、それが、紺色ダブルのブレザーとなったとも言われている。辻元義文、辻元玲子、スーツイコール軍服スーツファッションは、ミリタリーファッションの末裔だった。彩り流、社、2008年3月。ISBN 978から4から779113055。ハーディエミス。 ハーディ・イミスのイギリスの紳士服、森秀樹役、大衆館、書店、1997年3月。ISBN 978から4から469243994。ありがとうございます。